とはいえ、初戦から勝っておきたいですからね。本当にルーザーズとウィナーズでやっぱり試合数が一気に変わっちそうゃですうんね。で、なるべくウィナーズでやっぱり進めておきたいですよはね。い。まあ、BO3 とはいえ、ルーザーズに移ると本当にルーザーズとウィナーズの緊張感違いますからね。はい。さあ、ここで蹴ったのがノラレンコ、なんとテルミットマン。おお、結構ノーセプション側がテルミットとそうかなんそういでうすのをよバーンしてくね。るかなって思っ先たんです日けのど。国内大会ではノーセプションがかなりテルミットをバーンしているシチュエーション多かったんですけれども、逆にノラレン側が仕掛けてきたような形ですね。で、ここでノーセプション蹴ったのがノマド。まあそうですね、ノマドは本当に国境2回とか来られると、国境2回守るときとかかなり厳しいですからね。飛び出しで倒したいときとかもほぼ見られてしまうので。そして防衛版ですはい、が、まあ、国境だとエコーと、ミラとかそういうのバが多いルです。キああ、まあ、リーバルキリー蹴りもまそうしでたすね。か。はい、まあ、ノラ連合、そして国境という組み合わせですと、やはりバルキリー、かなりお家芸に近いですからね。そうです。プラスで、まあ、ノマドバーンしていることによって飛び出しもかなりやりやすいということもあるはい、でしょうから、バルキリー版ということで、エコー、さらにはゴーヨ、マエストロは使えると。残りましたね。で、ミラが蹴られての、国境という形になりました。テルミット、ノマド、バルキリー、ミラがオペレーター版で選出です。さあ、ここからラウンド1、まずはノラレンゴが防衛を仕掛けていくんですけれども、2階の武器庫ロッカー使用室からスタートするようです。OGA ではノラ連合、確かファーストでバンしてましたっけ、国境。そうですね、自分たちでバンしてましたね。はい、なので、もしかしたらちょっとここに向けて隠してた可能性もあるかもしれないですそうね。ですね、何らかちょっと持ってきてる可能性はありますね。さあ、2階武器庫ロッカーに対して、シックスピックを使ってマエストロからエコーに変更したのがマービー。対してノーセプションは、そこまで尖ったピックはありませんね。カピタオというオペレーターをピックされてますけれども、サッチャー、火花、そしてスレッジ、ゾフィアと、まあ、スタンダード構成ですね。そうですね、まあ、割食、テルミットいないんで火花でという形で、まあ、オフィスも攻められますし、資料側も攻められますし、武器庫2枚からも攻めやすいと、まあ、突き上げもどちらかといえばやりやすいような構成にはなってますね。対してノラ連合はオフィス3枚まで占めるようですね。かなり、2階に対して広くセキュリティからオフィスまで車線を通して守るようなスタイルになってますね。セキュリティに3枚、4枚使っているので、本当にどれだけ時間稼げるかですね、そうこですれ、ヨシンね、コもうが。セキュリティは安易には取らせないという、かなり位置が見て取れますね。アクションフェーズ開始です。ノーセプションはイースト側から2人、そして正面1の流域2と221の湧き方ですね。コップはヒップのみが単身詰めていってますが、ここでヨシンゴがボルズに対してファーストブラストを取ってますが、これはセキュリティ飛び出しですね。カメラとか多分ないと思うんですけど、そうですね、これはもう通常のおそらくデフォ W 側そうで飛すびね、出しで、デフォルトカメラ壊した瞬間にここにいるだろうで撃ってきましたね。やってることはもうブラックアイがあるときと同じ立ち回りですね。さあ、まずはファーストブラッドを取ったのがノラレンゴ。ここでちょっとフラグ持ちがいなくなってしまったことによって、セキュリティのポジション潰すの少し辛くなるかもしれないですね。カピタオを使うかどうかですよそうね、ですね。X が。ここで絶対勝つぞが N ラペなんですけど、オフィス3枚これ持ちついてます。サスピックイージー、ブリーチングペレットの起爆に合わせてメリウスを引かせることには成功。しかしメリウスは1枚裏、そして噴水と立ち回っています。まだオフィスを譲る気はありません。さらにはこれ噴水もかなり長い間守りそうな形をしてるんで、ちょっと時間的に厳しくなってきたかもしれないですね。スピークイージー、連続してブリーチングペレットを起爆。これでオフィス3枚が空きました。中に入ることはできるようなんですけれども、ちょっとセキュリティも取れてない状況ですから、車線がかなり敷かれている状態でそうですす。ね、プラスでセキュリティロング、やはりこれは抜きましたね、アロエリーナ選手、アヨロエシンリーナはそうゴ。ですね、ヨシンゴカットです。これは、まあ、ピークホール作ってたのがドローンで見たので、そこで決め打ちと、まあ、これでセキュリティも取れるんで、ただパあピパピクリ入入りりましまたしたね。ね、なるはほど。
リソース的には両チームともほぼ同じような配分になってますね。ちょっとマービーの前線が後ろ気味かなというところですけれども、そうですね、あとはメリウスに対する資料からのカバーが今取れてない状況ですかね。さあここでレイチルも下がってしまっています。進めたんですがソニックバーストが入りました。そしてメリウスがピン位置を頼りに打ち込みます。やはりマービーは下がって妖怪ドローン使ってメリウスカバーって感じですかね。そうですね。しかしパペリアもやはりセキュリティ取りに来ているあのエリーナに対して打ち勝ちました。これで人数入り取ったのが野良連合。残り時間40秒、ユキからも打たれてます。これちょっと進行厳しいですかね。ノーセプション前に行ってるんですが体力状況わずかだったレイチェルがインジャーです。エヌラペからのインジャー。さあしかしメリウスがエクスのオフィスエントリー許しません。さあノーセプション残ったのは2人だったんですがオフィスで守っていたパピリア、ここは人工を許しませんでした。コッパーヒッポもラスト倒れてしまって野良連合まずは2回防衛成功。やはりちょっと栄光を切られるのは辛いですね。オフィスにあることによって4人全員の位置バレてましたから。ノラレンとしてはやはり見るべき方向がかなり、はっきりしてましたね。そうですね。でマービンの前線下がってたのはやはり安全な位置で妖怪ドローンを見ようという形だったと思うので、まあそこの位置正解だったなというのと、パピリアがつ、ヨシンゴが潰された瞬間にパピリアが一気にセキュリティに入ったっていうのを、はい、多分ノーセプション分かっていなくてアロエリーナがやられてしまったんじゃないかなと。ノーセプションもちょっとここはノックを見せてますね。ボルズがノックでおそらくこれはカメラ系に対して対策を試みますね。そしてカピタオもいなくなってアッシュに変わったのでかなり、まあ、平面的に一気に詰めてきそうな構成ではありますね。ノック、ゾフィア、アッシュ、そしてヒバナ、サッチャーとちょっと前に出る推進力が高めになってますね、はい。対して野良連合はキャッスルを持ってきてます。ヨシンゴがキャッスル、そしてマービーリージョン。何かしら強いポジションにいられた際に一人削られたとしてももう一人でカバーして倒しに行こうというような形。カピタオ入っていたらガジェットで潰しに行こうだったんですけど、あとはドローンがどこら辺に入るかが気になりますね。今のところ1階には全く入ってきてないですよね。外周には入ってきてますけれども、さらには東海も入ってるんで2階は取れるだけ取ってきそうですね。そうですね。さあノーセプション、今回やはり2階に対してのアプローチを仕掛けていくのがアタッカーを務める X のアッシュのようです。追加で野良連合側はエコーとかが入っていないんで、さあここはヒッポオフィスのルーフに対してドローンを流しオフィス3枚がフリーだということが分かりました。そして流域から休憩室まで詰めてきています。これで資料と武器庫のローテーションは、見れるような形になりましたね。ロックでいきます。そして X がオフィス自分自身でのドローニングですが噴水裏にいたメリウスを捕捉です。さあここでオフィス3枚に対してブリーチング弾を打ち込むようです。トラックは噴水に対してブリーチングペレットを起爆することを試みるようですね。ただこれメリウスですからショックワイヤーがありますのでちょっとこのプッシュ成功率は低そうです。そうですね。逆に野良連合がメリウスパピリアどちらかが落とされてしまうともう一人も、単純に抜かれてしまうんで。さあパピリアが資料室、ここはピークホールを作って待っています。そしてメリウス、これは気づかない。あっとこれコッパーヒッポを詰めていたところでしたが、ね、もう、ピークホール作られていました。しかしここでメリウスブリーチングペレットで開いた穴から打ち込みをもらいます。ですがカッパーピレのカバー剤も貫いたのがスピケジ。さあそのままメリウスもカット、ダブルキルです。しかしニトロセルでの応戦、レイチェルエントリーに対してニトロセル突き上げを行いました。そしてマービーメイン回上がってきました。しかし X 打ち勝つ。さあメイン回一気に上がってきたんですがレイチェルのカバースラムを貫きました。残されたのヨシンゴのみ、まあ、これは下に降りざるを得ないですね。 3v1 と一気に劣勢になったのが野良連合。ノーセプションも冷静ですね。しっかりとドローン。そうですね。体力状況にちょっと不安が伴いますがボルズが最終的には戦っていきたいですね。さあヨシンゴ、しかしここで上がりにくいな動きを見せてます。さあボルズはこの動き気づけてません。さあこの小部屋の中にヨシンゴはいるんですが気づけていません。ここでヨシンゴカット。さあこれで 1v2、 こうなると体力状況かなり厳しいですよ。ゼクスのリバイブを行っている間にちょっとボルズがやられてしまったという格好ですね。残り時間35秒、そしてヨシンゴここで前に出るという判断です。
現地に小物ではない。ただノーセプションも一気にトイレ側から詰めていこうという判断ですかね。ドローンでヨシンゴのリテイクの動きを見ていたんですけども、ヨシンゴドローンを壊して税関まで広がります。ディフューザーを持ってるのはスピークイージー、そしてパスポートまで広がってきました。おっと、ここでカット。さあ、いくつか倒れた。しかもこれ1バレてますね。 1V1 です。残り時間10秒。体力状況は圧倒的にヨシンゴが有利。スピークイージー相手の前に上がったんですが、この強ポジ税関の棚裏から抜いてきました。ヨシンゴ 3V1 のクラッチ、立ち回りが綺麗でしたね。これはヨシンゴいい前に詰めるという判断でしたね。これはまあ浮いてるところからしっかりと落としていったヨシンゴの立ち回りが完璧でしたね。さらには最初に浮いてたのがボルズだったんで、体力状況一番高いオペレーターだったので、はい、まあ、そこが抜かれてしまってというのもノーセプションからしたら痛かったんですけれども、まあ、攻めとしてはある程度こういう風にやればいいというのはノーセプションも分かったと思うんで、まあ、一周した後ですよね。5ラウンド目でどうなるかっていうのが気になるところです。まあ、やはり要所要所でノラレンのカバーライン敷かれているんですけども、それを貫いて前に来るというノーセプションならではの攻撃の良さが出てますからね。さあ、これでラウンド3、トイレ窓口に移ります。ここで、ノラレンゴはトイレ窓口なんで、まあ、ここはノーセプション取っておきたいところですね。そして、ヨシンゴが今回はキャッスルで、レイチルは変わらずモジート、そしてマビはエコーを使えるんでエコーに入ってきましたね。そしてノーセプション側は火花、さらにはアッシュ、ゾフィア、バック、サッチャーとかなり突き下げやりやすいように X がバックを持ってきているというような状況になっています。ボルズが先ほどは、ノックのピックだったんですけども、そうです、ね、まあ、ここはアッシュに変更して、そして X がバックと、まあ、バックがいるので早めに、2階のオフィスは取っていきたいというところだと思うんですけれども、まあ、このエコーが多分オフィスすべて見渡せるような妖怪トロを置けるので、どのような形になるのかっていうのと、3枚開けてますね今回。これが、ノーセプションどのように対応していくのか、さらに資料の入りにはヨシンゴのキャッスルのアーマーパネルという形となってます。アクションフェーズスタートして、下には現地はゼロ、1階もレイチルオンリーになってますね今のところ。そうですね、オフィスが4人、かなり東海、さらにはオフィスの3枚開けたところで入っていこうという、戦っていこうというような形なんですけれども、それ分かってかノーセプションは、絶対カット X がまずはセキュリティから入って、ローテートできるような廊下をまずは潰していこうというような形、さらには、ノラレンゴ1人武器庫にいるので、そこを見ることができればまずは潰していきたい。これ分断しましたね。そうですね、はい、下もボルズが入ろうとしていたので、ヨシンゴこれ、あ、位置バレてそうですね。ただドローンが取れたことによって情報は取れてそうです。ヨシンゴをケアするためのドローンが回りますね。ただ引かない、ここはちょっと引けないか。1階には先ほどボルズが入ろうとしていたんですけれども、コパヒポがまずは武器庫の中を見て、ヨシンゴがまだいるかを確認します。入ってますね。これただ詰めないとロックしてるだけでヨシンゴは動かないですよね。エルマドただ行きそうですね。ボルズも合流してます。下からこれ戻りを抑えるような形だったんですけど、コンカションが入りました。ヨシンゴが行ったんですけれども、ここはコンカション入りながらもスピークイージー落とす。さらにはもう一人落としそうなところ、コパヒポ落とされました。これで5対3、もう一人詰めたところ、さすがにここは X がヨシンゴを落としましたが、いやーでも十分な働きですよねこれ。十分すぎる働きしましたね。ここでボルズは1階の、税関には入りましたが、ここは分断も一切いないので、2人で2回詰めるのはかなり厳しそうな状況です。ちょっとそうですね、ノーセプション、ボルズの動きを見て、もしかしたら平面に切り替えるような素振りも見えてきましたね。さあ、絶対活動、アロエリーナは廊下、さらには資料へのローテートを見ているような形です。レイチルはカメラが残っているので、そこを見ている。マービーも1回降りてきましたが、おお、走ってる。ここはボルズ一気に入ってきましたが、メリウス・パピリアが絶対活動、さらにアロエリーナを落として、最後はボルズもメリウスが落としていくと。ここはちょっとヨシンゴ止められなかったところが、やはりノーセプションかなり痛手になりましたね。あれは N ラペするのを待った方が良かったんですかね。ボルズが N ラペなのか引きロックなのかちょっとわからない位置だったんですけど、そこでヨシンゴまさかあんなに粘るとはちょっと思ってなかったんでしょうね。ノーセプションね、最近空いた守り見ないですもんね。見ないですね。
ある程度下がれる位置は下がっていこうというのが最近の流行りだったと思うんですけれども、それ見て1回降りるのも待ってたと思うんですけどね、ボルズも。そうですね、すごいあのノーセプション、逆に攻撃 の、 その最近のトレンドを踏まえて中間の上がり、メインのゲートのところからロック入ったじゃないですか、はい、ロエリーナが。であそこ本来であれば資料から余震後はもし粘るんであれば あの上がってきて、まあ、2人がかりで武器庫を守るとかっていうのが最近トレンドなんですけども、余震後のマンパワーにただただ頼るっていう、そうですね、まさか の、 あのオフィス側古くから伝わるシンプルな守り方やってましたね。オフィスからセキュリティに対して何かしら射線を出すとかでもなくオフィスはとりあえず生き残る、はい、であとはもう余震後頑張れ。まあ、ただ一応妖怪ドローンで ね、 でねケアは入ってたんで、まあガジェットの量考えると、まあ、かなり妥当な守り方だったとも言えるかもしれませんね、まあ、妖怪ドローン、はい、あとはまあ文字の、ドローンハックもありましたから、はい、それで見てたかもしれませんが、ここで、まあ、サードポイントもしっかりと野良連合が取っていって、ここから守りの2周目に入るような形になりましたね。まあ、野良連合やはり自分たちの強みである防衛に関しては着実にポイント取ってきてますね、ピックマップの国境 で、 そうです、ね、さあここは先ほどもやっていましたヨシンゴがセキュリティ守り、さらにはそれに、対してカバーに入るような位置にパピリアが入っています。今回は、やはり割色スピークイージー火花が入っています。 X がカピタオ、ここに関しては、1周目と、オペレーターの変更はなさそうですね。今回もこれはオフィス、さらには資料攻めになりそうですかね。まあ、セキュリティはもう全くいかないような形になってますかね。アロエリーナがイースト外周にはいるんですけど、先ほどセキュリティにプレッシャーかけてた位置よりもちょっと味方に寄ってるので、あ、これフラグポジで行きましたね。ボルズがここからフラグを投げますか、ね、1枚裏ですかね、はい、3枚裏と1枚裏のところに、ただ3枚裏には今のところ、はい、あ、入ってますね、いますね、はい、多分 EMP と合わせてサッチャーもいますから、はい、いいタイミングで投げることができれば、これはメリウスが飛んでしまいますが、メリウスも引きましたね、これ1枚裏に引いてきました、はい、さあ下からの突き上げもあったんでしょうか。これはメリウスかなり長い間耐えていることができています。火花のブリーチングペレットで2枚ぐらいは開いたんですけれども、人が通れる穴ではない。さらにはパピリが飛び出し、アロエリーナスピーク位置を落としてきましたね。これは痛いダブルキルですね。さあそしてメリウスがその間に3枚の方に一気に詰めていきました。これで前線はもう1回上がったような状況、さらにはここの位置もバレていませんが、ここは X バレずに、東海に行くことはできたんですけれども、セキュリティも取れていない。オフィスもこれはスティック位置の火花が落ちているので取れなさそうです。ちょっとノーセプション、これどうしようかというような形ですね。まだポイントを守っている前線全く崩せてないので、ちょっとこれは時間的にも本当に今ノーセプションはどこか思い切りのいい判断をしなければいけないですよね。そうですね、はい、まあ、もう割色もいないですし、フラグでメリウス飛ばしたかったんですけれど、メリウスは位置を変えていて下がっているか、いやまだオフィスに、いや下に降りてますね。ここでメリウスが東海の方にローテートするような形となりましたが、いやそこはしっかりコッパヒッポカ見ていました。ここで4対3にはなりましたが、残り時間50秒、さらには資料も守っているような状況ですが、ここ落とせればでかい。ここは X がレイチル落としました。これで3対3。ただパピリアがこれは廊下来ています。ここ誰も見れていない。さらにはオフィスの入り、オフィスから入ってしまうと厳しいんですが、ここは噴水にいた X モード、さらには180度振り向きでボールズモード、残りはコッパヒッポのみ。これは厳しい。今クワットキルですよパピリア。さあエースを狙いに前線前線といくパピリアですが、ここは見つけました。ーエースですパピリア。勢い乗りましたねパピリア、エース。これはもう味方も取らせるような動きましたね。そうですね、完全に。さあこれでラウンド4を終えて4対0。いや得意の防衛とはいえ4対0はちょっとノーセプションきつくなってきましたね。そうですね、ちょっとしかも内容としては本当にスコアが物語ってるぐらいに、ノラレンがその割いている防衛のラインを崩すことができないままノーセプション、かなりポイントにたどり着けてないっていうのがマイラウンド続いてしまっているので、ちょっと最近の国境ではこういった展開あまり見ないですからね。防衛が苦しむパターンが多いんですけれども、まあ、かなりノラレンを自分たちの持ち味のハードピークうまくタイミング緩急つけてますね。そうですね、本当テルミットバンされていてエコーが残っているっていうのもあるかもしれないですけど、それ以上にちょっと、ノーセプションがノラ連合が戦いたい位置の把握ができていないっていうような形が多いですね。はい、さあこれでラウンド5、ここで守るのが税関ですね。1回の換気作業ではない、先ほど3、1-on-3クラッチ
ティを、ヨシングは決めたから守れたというものの2回は壊滅的な形でやられてしまいましたからね。ここで野良連合が選んだのは初めて見せる防衛拠点になりましたね。まあ、そしてセオリー通りおそらくはセキュリティと武器庫の S 側に対して人員配置を行いそうです。これがパルスなので2階に対してのカバーに入るような形ですかね。1階からそうですね、もしくは心拍取っての、はい、外周の状況を確認するかもしれませんね。そしてヨシンゴがここで妖怪ドローンをオフィス側に設置です。これは相手の上がり方向を確認するためのドローンですね。セキュリティ潰しに来るのであればまずオフィス武器庫を取っていきたいというような形かもしれないの で、 そうです、ね、相手の進行具合が分かるのは本当にでかいですよね。今のところノーセプションもかなり取れる範囲は、ガンガン取ってくるっていうスタイルなので相手がいないところからエントリーをしてくるっていう傾向強いですから、このヨシンゴの妖怪ドローンの位置は刺さるかもしれません。さあここでアロエリーナ休憩の中にドローンを入れました。そして X 早めのこれ現地入りです。しかし待ち合いマービーが見ていました。心拍の位置ではないと思うんですけれども、ね、これはあの妖怪が多分補足してました。おそらく妖怪のアイコンがついてたので待ち合いの状況は分かってたでしょう。これはちょっと厳しい戦いになりそうですね。またノーセプションちょっとそうですね、ここはタイミングと、アプローチの仕掛け方を変えたんですけれども、しかしここでメヘリウスに対してのライブドローン。さあオフィス窓外ですが、マッチングしたところ真横にいますがメヘリウス引かない。さすがにここはスピークイージー、体力状況わずかではありましたがメヘリウスをカットすることに成功。 4v4ただまだ肝心の上は取れてないですね。そうですね、休憩セキュリティルームに対してはまだ誰も入ることができていません。現在ノーセプションが前線を上げられているのはオフィス、そして資料室付近までになります。さあアロエリーナ意を決して中央廊下を突破しようという動きですが、オフィス組に合流です。先ほどオフィスに妖怪があったんで位置進行がバレているとアロエリーナもロックされているような形になりそうですが、残り時間1分20秒、ヨシンゴは休憩にあったドローンを上げます。そのまま妖怪ドローンを上げていきましたが、マービーちょっとセキュリティに行くのは諦めてますかね。そうですね、レイチェルが現地から待合そして窓口の上がりを見てカバーしていますが、マービー単身で粘ってます。換気作業で粘ってます。残り時間1分を切りました。そしてここでアロエリナ陽心をカットすることに成功。これでセキュリティは落ちましたね。ただパピリアがまだ残ってますし、1人アロエリナやはり引退してますね。パピリア、ここでインジャーを嗅ぎつけたか、前に詰めてるぞ。さあこのブラジルポジの裏ですが、リバイブは成功。そしてアロエリーナ、いやコッパーヒッポですね、コッパーヒッポがパピリアをカットすることに成功しました。これで人数よりは大幅にノーセプションが取りました。 4v2 レイチェル現地で前目の防衛、そしてマービーは遮蔽物を頼りに相手に対して時間を稼ごうという守り方ですが、上からの突き下げも入り始めました。残り時間20秒、マービーの位置はバレてそうですね。そしてディフューザーをおそらく備品に設置しようとしてますね。ただレイチルもそこしっかり気づいています。さあレイチルは備品外の状況が分かりました。そしてマービー自分自身でアロリーナをカット。さあハチオリに対しては前に詰めたんですが、ここはヒップ自分自身で選別することに成功でしょうか。さあここでレイチル備品室から前に上がるんですが、ここは抑えられています。アロエリーナを倒したレイチルは位置がバレていました。コッパーヒップを逃がすことはありませんでしたね。やはりマービンの位置が分かっていたことによって、そしてレイチェルが、アロエリーナを落としたことによって2人の位置が完璧に分かったということで、はい、一気にパスポート側から詰めてきましたね。本当に入れるところは入ってくるっていうのはノーセプションとてもうまいですね。ちょっともう意識的に今のラウンド5に関してはノーセプションも攻撃の組み立てを変えてるような動きが見て取れたので、ちょっと野良連合としても対処しきるのが難しそうでしたね。そして、換気作業に変えましたね。ラウンド6、そうですね、換気作業で、そして X もカピタオからバックということで、まあ、両チームともちょっともう打ち合いをメインに考えているようなオペレーターには見えますよね。ノーセプションがちょっとやりたがってる、相手が分かってないところにどんどん入っていくっていうような形が、本当に妖怪ドローンによって一気に逆転されるようなこともあったんですけれども、今回妖怪ドローンがないので、はい、それがうまく刺さればノーセプションのラウンドになりそうなんですけれども、そうですね、情報系のオペレーターが文字ぐらいしかいないですからね。また先ほどの
余震後の立ち回りもおそらく情報そこまでなかったんですけども嗅覚でできてましたから、はい、まあ、本当にそれは国境だからっていうのもあるかもしれないですね。そして今回は噴水4枚閉めてます。そして資料も2枚とかなり補強使ってますね。2階に、はい、2階を守っていこうと。やはりメリウスパピリアの資料と噴水のラインはオフィス側からの攻めでそこでまず断ち切りたいっていうのはあるかもしれないですね。さあノーセプションは先ほど同様やはり上から安易に押さえにいくような動きではなく平面を匂わせるような動きになっています。まずは留置所を割っているのが X、 そしてパスポートの中にボルズの足がドローを回します。相手が重点的に守っている2階に対しては強固なアプローチはないかもしれません。留置所の中に入っているの X、 そのまま前進していきますがペストランチャーが置かれていますのでおそらくビギンを割ります。しかしグーマインを踏んだ瞬間マービー壁越しに X をカット。これはちょっとアンラッキーでしたね。ノーセプション側も誘われていたんでしょうか。位置はバレてない完璧な壁抜きだったんですけれども綺麗に入っていきましたね。さあグーマインを頼りに壁抜きで見事フリーキルのような形のキルを取りました。マービーファーストブラッドを取ったのがノラ連合。残り時間1分50秒。2階に対してエントリーを試みているのがスピークイージーですがオフィスの状況はノラ連合かなりフォーメーション強固に敷いています。ただメリウスの真後ろ補強会も何もないんですけれどもここしっかりと抜いている。パピリアが相打ちですか。そうですね、スピークイージーと相打ちです。これスピークイージーが一方的に勝てていれば大きく前線が上がったかもしれませんが。そうですね、ただレイチルも、別サイドでもう一人抜いているので4対2と。ちょっともうこの人数で2回行くのは厳しいんで一気に平面で詰めていこうというような形になりましたね。残り時間1分18秒。 4v2 と人数で取った野良連合ですがノーセプションはボールズそしてアロエリーナ2人がかりでどのように組み立てを図るか。野良連合はこの状況でもまだ引いていませんね。そして税関側からピックしてきたマービー。ここでアロエリナをカット。グーマインを踏んだことを頼りに前に詰めてきました。情報系オペレーターのごとく前に詰めてくるマービー。これで削られてしまったボルズ単独で残っています。残り時間50秒。ハッチウエットの勝負を仕掛けましたがこれは相打ち。ボルズメリウスが相打ちになって野良連合殲滅成功です。マービーのグーマインが本当に室内ドローンのような形で、はい、置かれてましたね。室内カメラみたいな形の正確さがありましたからあれでちょっと2人抜かれたのは痛かったですね。あそこで最初のキルなくて備品から現地に車線通すことができていれば2回攻めるのもかなり楽だったかなというのもあるんですけれども5対1と結果これ5対1での折り返しは、まあ、ちょっと野良連合防衛が得意なチームとはいえかなり幸先のいいスタートを切ったと言えるでしょうね。まあ、攻めは本当に国境やりやすいですから、はい、ただここでノーセプションボルズがゴーヨーを持ってきましたね。来ましたね、初めてのゴヨピック見られます。でそして第6の選択フェーズでヨシンゴが、IQ からブラックビアードと。ゴーヨーどのように刺さるのか、かなりロングミデルオペレーターも入ってますね。スピークイージーさらには X の、ドッグマエストロと。ゴーヨーのボルズもあれですねショットガンの方に。なるほど、英国持ちでロング戦うんですね、はい、そしてアロエリナコマヒコと、今回はオフィス3枚も閉めてノラ連合に近いような補強の仕方にはなりそうですね。セキュリティも1枚閉めてます。多分エアロルフと同じような感じで中央廊下にシールド置くのかなとは思うんですけどね。あ、そうですね、やはりこのエアロルと同じ縦で1枚を使ってますね。やはり噴水とセキュリティも、開通させることができるような形にしています。 X はセキュリティを1人で守るような形。ただ廊下にはボルズが入るんですかね。さあアクションフェーズスタートとなりました。この余震後のブラックビアードがどこで使われるのか気になるところですが、ちょっとそうですよね、国境の中では結構面白いピックですよ ね、 そ, すね、まあ、そして、自分たちでテルミットバーンしたこともあってか、はい、レイチルが火花ではなく今回はマーベリックと。こちらのピックする枠は多分ないんでしょうね、もうね。なるほど。はい、そしてパピリアは遊撃を潰す、まあ、させづらくさせるような形でグリッドロックと、はい、この辺り の、 そのオペレーター版と自分たちのピックするオペレーターでそのフィールドを作り上げていくっていうことは本当に
あまり日本のチームでまだ見られなかった光景なので、これはすごく野良連合先週の経験生きてるかもしれませんね。何かしらアドバイスなどももらってかあるかもしれませんが、ゴーヨーは今回はやはりメインのメイン階段上でシールドを使いつつ守っていくと。そうです。ただこれ X がかなり厳しい位置ですが、パピネが落ちる。ここは相手がグリッドロックだったんですけれども、ね、しっかりと抜いてきました。そして毒なので回復もしていきますが、これはちょっと厳しいか。スタンドともに入っていきました。さらにはそこもゴルズも、そのまま2人目。音が聞こえづらかったでしょうか。ただアウロエリーナが余震を落とすことで成功。そうですね、これで 3-4-3 ダーペリングに対しては飛び出しですね。そしてコッパーヒップも留置所側での応戦。これはすごい位置で戦ってますね。もうちょっとよくわからないですね、これ戦ってる位置が。さあロックによってマーフィーがアウロエリーナを落とすこと成功。これでコッパーヒップを1回寝ることがバレているので、一気に2回詰められるとスピークイージーかなり厳しいんですが、まずは小部屋で守るような形。さらにセキュリティからのロックも入っていますが、そこに対してしっかりと車線を置いています。引っかかっているので、ある程度、オフィス側から詰めてくることは分かったでしょう。噴水に入っていきましたね。スピークイージーはノラレンは完全にローテートしてますね。セキュリティからの車線を敷くタイミングとオフィスからの車線で囲いましたね。3車線によってここはメリウスがスピークイージーを落とすこと成功。かなりいいタイミング管理でしたね。残り時間50秒なので1人ニトロで潰すことができてもコッパヒポかなり厳しいですが、位置もちょっとずれている。これで1回にいることもバレました。残り時間44秒です。メリウスは東海のロック、マービーはメイン海のロックと、これで階段2つもロックされてます。綺麗なロックが入りつつ、最後はメリウスがコッパヒポを落とすこと成功。なるほど、これ野良連合の初めての攻撃、まあ、御用の盾がどう作用するかなと思っていたんですよね。で、野良連合としても結構御用盾めんどくさいオペレーターだったんで苦しめられるかなと思ったんですけど、ちょっとスタイルとしてはあれですね、エアロルフの国境に近い感じありましたね、野良連合。もう本当に殲滅寄りの戦い方をして、できる限り相手に対して枚数の不利を背負わせて、で、まあ、結果相手が薄くなれば、まあ、プラントもおまけで狙えるみたいな感じの戦い方でしたね。もうすごいアグレッシブですね。セキュリティ潰すのは本当に全てのガジェット使ってもいいぐらいセキュリティ潰してきましたね。はい、もう相手の防衛ラインが明確な以上は、そこに対して前に出ていくということは厭わないという感じですね。で、相手が飛び出せば、まあ、それは1枚削れてるの で、 そ、 うで、ね、もうそれも放っておくような感じでしたね。まあ、X が1人、パピリアを抜いたんですけれども、まあ、フラバン全部使って、そうですね、ただコンカッションで音が聞こえない状態でもうシンプルに入ってきましたね、はい、マービーが位置はもう確定してますからね、はい、X の位置はかなりうまく要所要所でサウンドプレーかまして、局所的な詰め方に関して成功率を上げるような戦い方になってますね。OG ピットとはちょっと攻めのスタイルも変わってきたような形になりましたね。ちょっとどちらかというと、その日本だったりとか世界的に見るとやっぱりハイスタンダードな、オペレーター編成が目立つ中、ちょっとこういったライオンだったりとかジャッカルだったりとかゾフィアだったりとかっていうような、まあ、相手に対して街を強制させられないようなね、待っていると露骨に不利になっていくようなオペレーターで、どんどんどん自分たちが前に出て相手が動かざるを得ないみたいなシチュエーションを作るような選択になってるんですかね。国境は特に、はい、まあ、防衛側から動かないとかなり厳しいですけれども、攻撃側から入って進行されてしまうともう防衛どうすることもないようなシチュエーション多くなりますからね。さあスピークイージーがスーパーノバでショットガンにしていましたが、ドラ連合今回はまたもや留置所開けて下からの、突き上げをなくしたような状態でセキュリティ潰しに行くんですかね。さあパピリアがアイノックスでバンディットの位置を捉えることができました。コパヒッポ、これは1階にいることがバレてしまっています。さらにはライオンの E1D、 これちょっとノーセプションカバーいけないですよ。さあパピリア1対1の戦いはできるだけ避けたいんですけれども、そこはしっかり見ています。コッパヒポ、これはもう戻ることはできません。アロエリーナですか。アロエリーナですね。あ、もうこれ増援も入っちゃうんで、ちょっとアロエリーナもどうすることもできなさそうですね。やったら彼ならば、彼ならば抜いてくる。アロエリーナしっかりとフリーダさんの宣言通り、はい、さあただここはさすがに、まあ、カバーに持っていくのもさすがですね、野良連合。ただこれ遊撃のアイノクス潰す用の員がいなくなったんですけれども、レイチルしっかり見ていた。もう一人出ていた遊撃、コッパヒップを落とすこと成功。ここは多分ドローンかなり入念に入ってるんじゃないですか、沖ドローンが。まずは下を潰してから上のセキュリティを潰しに行きたいというような形でしょうか。やはりマービーは今回はセキュリティ、これドローンを置くような形になってますが、武器庫からの車線通ってますね。
まあ、ここまではノーセプションももう固く守るっていうスタイルに切り替えてるので、ちょっとしばらくは試合が在留はしそうですよね。でセキュリティ取ったノラレンがどうやってプレッシャーかけてくるかなんですけど、エクスもここ空いたことによって下がるような選択をしましたが、いやでもちょっと粘るんじゃないですかね。これ前線粘っとかないとかなり厳しい。4回あるんで、はい、一応枚数分かりますから。さあメリウスはドローンを頼りに下から突き上げをしようかというような形ですが、マービーレイチル、これセキュリティ取らずに一気にもう入っていきそうな雰囲気を出しています。そのままレイチル、そしてマービーが入っていきました。ここは捨てていました。ただマービーがナイスカバー入りました。ここはノラレンゴ、綺麗にマービーが最後はスピークイジも落とすこと成功と。まあ、仕掛けるタイミングと、まあ、詰めていく経路選択、これも完璧でしたね。完璧でしたね、はい。まあ、人数有利を生かしてブルキコを、まあ、積極的に取りに行くような形でノラ連合がファーストマップ、まあ、自分たちのピックマップということもあってでしょうか、取ること成功しました。グッドハーフ、グッドハーフ、ノラ連合解消という感じですね。7対1のスコアで圧倒的に上回りました。さあここでリプレイが出てますね。ここは本当に惜しかったですよね。ヨシンゴの立ち回りが完璧だったっていうのはあるんですけど、これは本当にヨシンゴを褒めるプレーというか、ノーセプション側としては、まあ、惜しむラックはやはり3人でリバイブ詰めてる間にちょっと足並みがちょっと少し乱れてしまった部分は確かにあったので、そこをヨシンゴがうまくできつきましたよね。そしてここもヨシンゴ、はい、でここもただ単にもヨシンゴ強い、ただ単に、まあ、妖怪ドローンでありましたね、はい、今ショックウェーブ出てましたけど、もしかしたらそうですね、ノーセプション側も妖怪ドローン見てる間にヨシンゴが前に詰めてくるっていうシチュエーションがあったのかもしれないですね。でここも、はい、ノーセプションがうまく4ラウンド目からかな、攻撃の手順っていうのをよくあるような攻撃の組み立てではなく、間に割って入るような感じの展開に変えてましたよね。このラウンド4のエースを受けてですかね。ローテートのルートロックは入ってたんですけれども、はい、まあ、進行がない限りはヨシンゴ、そしてパピリアも一気に下がることはせずっていうような形でしたね、はい、ここはフリーダさん宣言通りでしたね。いや